こんにちは。本日、マッコリカップ炊飯、したいと思います。お米の方は、4分の3合プラスアルファかな。150g ぐらいかな。グラム数でいったら。で、水の方も、こんな感じで同量。水入れます、これでいきたいと思います。それでですね、本日燃料の方がですね、これ100均の 20g 約10分から15分、これでいきたいと思います。まあ10分あればね、十分1合いきますんで、これでねちょうどいいかと思います。ベースの方がね、これ雑誌ファームの付録ですね。これは、外とコラボのコラボレーションということで、外とコロンビアか、現在これ1000円ぐらいで外の方で販売されてるようですね。で、これでね、いきたいと思います。ちなみにこれ耐熱黒、耐熱のブラック、拭いてます。もうサビがね、ちょっと内側日の当たるとこもう結構サビきだしたんでね、もうねサビ落としまして、ブラック塗装しました。見違えりましたよ、これ。11時20分、しっちゃか。いきます。34分、もうぼちぼち楽しみです。15分ほど蒸らしにかかりたいと思います。蒸らし完了です。ちょっと見てみたいと思います。こんな感じで、ちょっと OK、 ちょうどいい感じです。で、ちょっといただきます。ちょっと、ではでは、ちょっとまたいただきたいと思います。